近接キャノン、いざ出陣。おー引き新千歳空港のロビーに光り輝く金のシャチホコ。名古屋城の天守閣を飾る有名な金シャチの実物大レプリカです。私の身長153センチなんですが、こちらの金シャチ3メートルほどの高さがあるといいます。金シャチキャラバンと銘打ったこの PR 活動では、中部国際空港との直行便が就航する地域をめぐって名古屋の魅力を発信しています。ロビーには他にも名古屋城の有名な襖絵や徳川家康が関ヶ原の戦いで着用した甲冑のレプリカが展示されています。そして会場をひときわ盛り上げたのが、我が名は第六天王織田信長である。我ら名古屋を踊らせる正体、いざ参る。名古屋ゆかりの戦国武将たちが現代によみがえって名古屋観光を PR するおもてなし武将隊です。今日は織田信長に加えて名古屋城の築城に貢献した加藤清正や名古屋で活躍した前田慶次もやってきました。飛行機でいらっしゃったということなんですけど、剣とか手荷物検査は大丈夫ですか？大丈夫じゃん。もう戦闘ぐらいのものは慣れっこであるからな、うん、いわゆる顔通しというやつ、うん、まずは名古屋城に来て、うん、これと同じ大きさが屋根に乗っかっておる様を見てほしいわけじゃな、うん、本当に純金を使っておるから、これよりもさらに光り輝いておるんじゃ、うん、信長様の安土城と名古屋城はどっちが、うん、安土城。どうも様、どうも様、それはさすがにわしが訂正してもよろしいございますか。金シャチのレプリカは来月19日まで新千歳空港の2階ロビーに展示されています。名古屋へいざ出陣。おー